こんにちは、P です。ホグワーツレガシ人間関係クエストのポピー編8話目ですね。星が知っているです。禁じられた森でポピーに会う。はい、それではね、会いに行きます。ドランもいるよね、ほら。彼らがこれを作ったんだな。理由はどういうこと？スニジェットと関係あるんでしょうか？知識は海と同じくらい広げていくことができるし、深く染み込ませることもできる。マークが出てる。はい、ではね、お話ししてみます。ドランさん、また会えてよかったです。何があったか聞きましたか？ああ。二人とも無事に戻ってこられて本当によかった。果たして君たちを送り出していいものか、シアンにくれていたのだ。待っているのは良くて道、悪ければ死だった。しかしケンタウルスの慶願は善にして子にあらず。空は来たるべきことを教えてくれるが、何が見えたか定かではないことも少なくない。それが現実になるまでは。私たちが狙われるって知ってたんですか？残念ながら知っていたわけではない。しかしこうなることに驚きはしなかったと言っておこう。私たちの最初の出会いがぼんやりと見えていたようにな。最初から説明するのは大変でしょうけど、説明してもらえると助かります。もちろんだ。それが最も適当な出発点だろうしな。今から幾代も前のこと、星がある出来事を告げた。君たちがスニジェットと密漁者のことを伝えに来るまで意味するところは分からなかったが、隠れているスニジェットを探す手がかりはムーンカーフの踊りの後ではないだろうか。くしくもと言うべきか、私にはその場所に心当たりがあるんだ。続けてください。一度しか見たことはないのだが、森の崖にある岩場にあったはずだ。急いだ方がいいだろう。長い間隠れていたスニジェットたちに危険が迫っているかもしれない。私たちが来るまで意味がわからなかったそうですが、何が見えたんです？見知らぬ者の訪れと敵の襲来、それに懐かしき旧友との再会だ。私が思うに見知らぬ者とは君のこと、敵とは密漁者、そして旧友というのはスニジェットのことだろう。この出来事に関連する2つの場所も見えた。ムーンストーンがある洞窟と環状遺跡だ。遺跡は月明かりに照らされていた。どうしてそこにスニジェットがいるってわかるんですか？わからない。私は星を読んだだけ。万象は星が告げるままに起こる。私はそれを伝えただけだ。だが今日は幸運が味方しているようだ。私があの踊りの後に目を留めたのは偶然などではなく、こうなる運命だったのかもしれない。あなたの言う通りなら行くしかないですね。向こうで会おう。またスニジェットを失うわけにはいかない。はい、これで終わりですか？あ、そうですね。はい。それでは、今回はここで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあまたです。バイバイ。